E922-003 号機、チューリヒ中央駅 E922-002 号機、ロマンスホルウ駅スイス国鉄 E922 系、電気機関車は、スイスのスイス連邦鉄道の入れ替え用電気機関車で、ある。スイス国鉄では、入れ替え用機として、小型の電気機関車が多く使用されていたが、主力は E930 型と総称される三軸の固定大枠、 斜めロット駆動方式の旧型機で、2000年代のスイス国鉄旅客部門では E930 系の内旧形式 E3、316351から16376系、E3、316381から16414、16421から16430系の38両と、 AC15KV と AC25KV の2、電源方式の E932 型で、休憩式 E3、3通16,511から16,519系の7両が使用されていたが、これらは1930年代から60年代にかけて製造されたもので老朽化が進んでおり、代替が必要となっていた。このような状況の中で、 旧型機の代替用として導入されたものが本機であり、シュタットラーの系列会社の一つであり、スイスの機関車メーカーである、SLM の流れを引くスタドラーウィンタトゥールの E2、2シリーズの定格出力 750kW 電格管専用タイプを E922 型として2007年に21両、2850万、スイスフランで発注し、2009から10年に引き渡しを、 受けている。E2-2 シリーズは、定格出力を 750kW もしくは 1500kW、動力は電気のみもしくは電気、ディーゼル両用のバリエーションを選択できる二軸駆動の入れ替え用機関車であり、VVVF インバータ制御による最大 120kN の牽引力を持つほか、大枠内にヘビ行動防止機構を備えており、二軸機ながら、 従来機では40時速 50km であった最高速度を時速 100km へ大幅に向上させている。また、電気品及びソフトウェアは、シュタッラーの部分低唱式都市近郊列車であるフラートシリーズのものをベースとしており、車体と機械部分の製造及び最終組み立てを、シュタッラーが主要な電気品の製造をアブシュバイツ及びアブセチャーンが担当している。 各機体の基板と UIC コード、製造年、配置液は以下の通り、ありがとうございます。